皆さんこんにちは、TRX マスターインストラクターの長見誠です。今回はリップトレーナーを使ったエクササイズを少し紹介していきたいんですが、リップトレーナー自体は野球やゴルフなどこうスイング動作が入ってくるような種目に対してとても有効なトレーニングツールになります。例えばリップトレーナーを持って水平にスイングをするような動作に負荷をかけることができるし、上の方向でも下の方向でも動作をしていくことができます。ただこの全身を使って物を振っていったりストライク、スイングをしたりするような動作というのは非常に体は複雑な動きをしていて、そこに負荷がかかってくるとなると難しいエクササイズになってくるので、こういうローテーションのエクササイズに対して一番簡単にできるところ、基本的なところから練習していく方法を紹介していこうと思います。まずはですね、 TRX シリンダーローテーションというのがローテーションの基準になっているので、この股関節の動きですね、これがまずはベースとなるので、この動きに対してシンプルに負荷をかけていくというところからスタートしていこうと思います。まずはですね、リップトレーナーを持ってもらい、アンカーポイントに対して横向きで立ちます。骨盤のところにリップのバーを当て両手で押さえるような感じでいいです。でレジスタンスコールが少しテンションかかるところまで持ちましょう。このポジションに来たら先ほど見せたシリンダーローテーションですね、内側の足でピボットとして踏み込むようにして動いてもらうと、胴体はシリンダーのように安定させ、ローテーションの力を生み出していく、床を踏み込んでいく動作に対しての負荷をかけることができます。この動作を確実にできるようになったら、ローテーション、パワーが必要なので、スピードを出していくような動きも入れていくことができます。そうですね。これがシリンダーローテーションに対して、ここ、負荷をかけていくリップトレーナーの使い方です。OK です。続いて、リップのスタックという、ローテーションの方向に負荷をかけながら、それにしっかりと抵抗して、まずは体を安定させるというエクササイズになっているので、リップトレーナーを持って赤ボールに出して、本気で立ってもらったら、ベースハンド、を腰に当てるようにし、パワーハンドを胸の正面です。ここで外側に引っ張れる負荷がかかってきますが、しっかりと体を安定させ、内側の足でしっかり踏み込むようにして、バーの先端が体の中心に来るようにしてください。この時にバーの先端を体から離していくと負荷が上がっていき、少し立てるようにして近づけていくと負荷が軽くなりますので、姿勢が安定するところを調整していきます。で、一応リラックスしましょう。今みたいにスタックでしっかりと真ん中で止めることができるようになったら、先ほどのシリンダーローテーションを組み合わせ、しっかりと胴体を安定させたまま回っていく方向に、今度は上半身、腕を使いながら体を支えて回っていきます。ではまずはスタックのポジション、体の正面に持ってくることができたら、最初にやったシリンダーローテーションで踏み込むようにして回っていきます。でこの時も常に胸の正面にバーの先端があるようにします。ゆっくり戻しましょう。もう一度、そう、しっかりと動きの幅を調整しながら、うまくできないと、シリンダーローテーションがうまくできないと、体が前に倒れていったり胴体がねじれたりすることが起きてきますが、まずは股関節の動きからスタートしていきます。 OK、 ではこのポジションで一応止めてもらって、ベースハンドを胸の高さに上げていきましょう。でパワーハンドも少し前に押し出していきます。ここまでバーを持ってこれると、先ほども見せた水平に打っていくエクササイズのゴール地点になります。ここでしっかりと体を支え、じゃあまずゆっくり戻していきましょう。戻していった時にベースハンドを伸ばして、パワーハンドを引くようにしていきます。でシリンダーローテーションではゆっくりとバーを前に押し出しながら、ベースハンドを引いてパワーハンドを前に押し出す。この股関節の動きと腕の動き、まずはタイミングを合わせることを練習していきます。ゆっくりでいいので、そうです、スムーズに足の動きと腕の動きがつながっていきます。ここから少しずつスピードをつけていくと、最初に見せたような動作が完成されていきます。まず水平に触れるようになれば、少し腕の高さを変えて上や下に振っていくこともできます。今はリップトレーナーを使って負荷をかけながら動いていますが、スイングの動作があるスポーツに関しては、最初に見せたようなシリンダーローテーション、手を使いながらの体の安定、そしてそれに加えて組み合わせていく、最終的には手も足もダイナミックに動かしていく、これが全てがうまく組み合わさった時にスイング動作が完璧にうまくできるようになると思いますので、基本的なところからまずスタートして練習してみてください。